本日は新型コロナウイルスに負けない経営セミナーをテーマに資金繰り対策や今年活用できる補助金の紹介そしてものづくり補助金に焦点を当てた申請書の書き方のコツをお伝えしていきたいと思います。この第2章では「今年の補助金でおすすめの事業者」と題して今年度のものづくり補助金の特徴をご紹介いたします。 この特徴を確認していきながら、どのような事業者が採択を受けやすい傾向があるか解説していきます。講師には、ペンデル税理士法人より、織田様を招き、講演を行います。本セミナーは3部構成となっております。前編を通じて、最後までご視聴いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。それでは、月10日に、 発表されたものづくり補助金における一般型の概要を確認します補助対象となる事業者は中小・小規模事業者が対象となっています現在、働き方改革や賃上げなどの制度変更に対応していくために経営革新が求められていますこの経営革新に対応していくために設備に投資を行うことが 必要だと考えられていますそういった背景から今年度もものづくり補助金が継続して行われることになりました補助率は昨年と同様に中小企業で2分の1小規模事業者で3分の2となっています昨年までは経営革新の累計はものづくり技術と革新的サービスの2つに分けられていました 今年度では、ものづくり技術が A1 ・新商品開発と A2 ・新たな生産方式の導入に分けられ、革新的サービスが B1 ・新駅務開発と B2 ・新たな提供方式の導入に分けられました。これまでのものづくり補助金の実績をグラフで紹介いたします。棒グラフのオレンジ色は、 申請数を表しています青色は実際の採択数を表しています折れ線グラフは採択率を表していますグラフを確認すると平成25年度をピークに平成28年度にかけて申請数が減少傾向にあります昨年一昨年と申請数は上がっていますが逆に採択率が 50近くににななるなど上昇傾向にありますこの傾向が今年も続くと考えた場合採択を受ける機会は増えることでしょうそれでは今年度のものづくり補助金の特徴を確認してみましょうまず第一にものづくり補助金の申請から実績報告までの手続きが全て電子化されることになりました昨年度と比べ 採択を受けた後の補助事業期間が長く設定されさらに年間での公募回数が増えています採択を受けるために従業員への給与を上げることが条件となりました過去3年間で採択を受けた実績のある事業者は減点対象となりました新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は 特例措置がが取られることが決定しています最後に、対象経費が緩和され、適用範囲が拡大しました。以上のように、本年度のものづくり補助金は、昨年までと比べ、緩和されたことや、追加された内容、また、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、多くの点で変化があったことがわかります。それぞれぞ 重要なポイントがありますので、解説をしていきます。今年から電子申請となったのが一つ目の特徴です。昨年までは革新的サービスと、ものづくり技術と、2つの申請様式に分かれていたのですが、今年からは、j g ランツというサイトで、必要情報を入力するだけで良くなりました。電子申請を行うためには、 ID という ID を取得すする必要があります ID 取得には2週間以上かかると言われていますので早めの ID 登録申請をお願いします今後このシステムを使った補助金助成金の申請は増えていくと発表されていますので補助金助成金の申請を検討されている方は ID 取得をしておくといいでしょう。今年度の ものづくり補助金の二次公募のスケジュールをまとめました。申請書の受付は4月20日よりスタートし5月20日が締め切りとなります。1ヶ月程度の審査期間を経て採択結果が出る予定です。さらに1ヶ月程度の期間を経て交付決定がなされるため5月20日までに 申請を行った事業者はおおよそ7月末前後に交付決定までがなされるイメージですその後設備等の発注を行い納入および試運転などの実績報告を行う事業期間が10か月と設定されていることがわかりますまた申請段階で3年から5年の事業期間を設定しますが 補助金を受け取った後には申請段階で設定する3年から5年の事業期間の中で毎年4月から6月にいわゆるフォローアップ期間とと呼ばれる事業化状況報告を行っていくことになります。今年度の公募は現在申請が始まっている2次公募から8月11月2月の締め切りとする5次公募まで。 決まっています3ヶ月に1回申請の機会があるので事業者の予定に合わせて申請ができるでしょうまた10ヶ月と設定されている補助事業期間も今年度のポイントの一つです昨年までは6月末の採択通知に対して12月末まで補助期間となっていましたつまり今年度のものづくり補助金は 昨年までと比べ2倍の補助事業期間が確保することができます。発注した設備の納期が間に合わず、補助金を受け取れないリスクが低いこと、また納入から試運転後の実績報告の期間が十分に確保できます。さらに新型コロナウイルスの影響を受けた事業者には特例の措置があります。通常、 交付決定を受けてからの支出が補助金の対象になりますが、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の緊急性を鑑みて、交付決定前の支出に対しても補助金が支払われる特例措置が設定されました次に、今年度のものづくり補助金の重要ポイントとして、賃上げ要件が追加されていることについてご説明いたします。 今年度のものづくり補助金では付加価値額を3%以上増加する必要がありますまた、従業員への給与支払い総額を1.5%以上増加させることが必要です付加価値額とは企業が事業活動によって生み出した価値を数値で表したものです具体的には、損益計算書の 減価償却費人件費営業利益を足したものですす減価消却費、費、人件費営業利益のすべてを3%以上上げる計画を立てる必要はなくトータルで3%以上上げる計画を立てれば大丈夫です。例えば減価償却費が0.5%人件費が2% 営業利益が0.5%の計画でも3%以上の計画になります減価償却費が0.3%人件費が1.5%営業利益が1.2%でも3%以上の計画となります今年度から採用された賃上げ要件についてですが1.5%以上給与総額を上げる要件が加わりましたこの1.5%というものは 付加価値額の3.0%の半分を人件費の増加に当てなさいという意味です。給与総額の増加は、申請時に従業員に表明しないといけません。従業員に給与総額の増加を表明していないことが判明すると、補助金の返還が求められます。ですので、従業員との賃上げする条件等を十分な協議が必要となります。 採択を受けた後、付加価値額の総額が計画の3%以上に満たない場合はどうすればいいでしょうか。付加価値額の年率増加分の半分の賃上げで大丈夫です。例えば、付加価値額の年率増加が2.0%だった場合、給与総額の増加は1.0%で大丈夫です。付加価値額の年率増加分が1.5%に満たない場合は、 補助金の一部返還は求められません。減価消却費の変動はあまりないと考えられますので、付加価値額の増加に必要なものは、営業利益の増加に委ねられます。ただし、営業利益の増加が十分確保できなかった場合、給与総額の伸び率は付加価値額の年間伸び率の半分確保できていれば、補助金の返還は求められません。続いての、 重要ポイントである審査における加点対象となる条件をご説明いたします。今回のものづくり補助金では4つの加点条件が設定されています。経営革新計画の承認、事業継続強化計画の認定を取得した事業者、小規模事業者、そして2%以上の 賃上げを行うことを計画した事業者には審査での加点がなされることが決まっていますここでは特に重要なポイントとなる事業継続力強化計画小規模事業者について解説します昨年の台風の影響今年のコロナウイルス感染症の影響などで企業には事業を継続する計画を作ることが求められています この事業継続力強化計画の認定を受けることで、政府から様々な支援策が受けられます。その中の一つに補助金の加点があります。続いて、小規模事業者です。小規模事業者は審査時に加点が加えられます。それに加えて、小規模事業者には有利な点があります。例年ですと、先端設備・投資計画など、 補助率を3分の2に上げる要件がありましたが、今年はそれがなくなりました。今年のものづくり補助金で補助率3分の2で受けられるのは、小規模事業者だけです。また、今年から審査で減点項目が追加されました。過去3年間で補助金の交付を受けた企業は、その回数ごとに減点されることになりました。最近の傾向としては、 毎年同じ企業が補助金を受けていることが多くなってきています初めての申請企業が採択されやすくするためにこの減点制度が取り入れられましたさらに今年は従業員の給与総額を1.5%以上増加させる条件が入っています従業員の多い企業にとっては給与総額の上昇が 補助金の受取額に見合わなくなる可能性があります従業員の給与総額の上昇の影響が少ないのも小規模事業者です以上から今年の補助金のおすすめの事業者は初めて申請される小規模事業者ですコロナウイルス感染症の影響で今回から特別枠が設けられました令和2年度の 補正予算の成立が前提となります。この特別枠では中小企業者も小規模事業者も補助率は一律3分の2になります。申請要件は次の3つです。サプライチェーンの既存への対応非対面型ビジネスモデルへの対応テレワーク環境の整備補助対象経費の6分の1が この要件の投資であることが条件となりますここでポイントとなるのはテレワーク環境の整備です例年だとパソコンやタブレットは汎用性があるということで補助対象経費としては認められていませんでした今回の特別枠ではテレワーク環境の整備という条件のもとならばパソコンやタブレットも 補助対象経費として認められることになりました。今年度の補助金から、中古設備が補助対象経費として認められる定義も明確に設定されました。昨年まで、中古設備が認められなかった理由としては、価格設定の適正性が明確でなかったためです。ただし、新品だと納期に1年以上かかる設備でも、中古品だと、 早期稼働が可能な場合があり中古品の要望が多数の業者から寄せられていました中古設備が認められる要件として3社以上の事業者から型式や年式の記載された相見積もりを取得している場合に中古設備も補助対象となりますただし中古設備の購入は一般的にノークレームノーリターンと言われていますそのため 事業期間内に機械トラブルが発生し、設備を処分した場合、補助金を返還する可能性があります。中古設備を購入することをご検討の際には、このリスクを十分に検討する必要があります。また、特別枠では、事前購入も許可が下りることになりました。事前購入申請書を提出して許可が下りれば、 申請書提出前でも設備の購入が可能となります仮に特別枠での申請が不採択となった場合でも通常枠の再審査になることが決まっていますその時は新型コロナウイルスの災害加点が加えられることが決まっていますただここで注意が必要なのは補助率は中小企業者の場合1分の2になってしまうことです以上から この特別枠で申請が可能な事業者は特別枠で申請する方がいいでしょう。以上のことから今回のものづくり補助金でおすすめの事業者は小規模事業者新型コロナウイルスの影響を受けている事業者といえるでしょう。さらに今年のものづくり補助金は5時までの公募が予定されています。厳しいい条件ももあありりまますすが緩和されている点もありますので 補助金を有効活用することをお勧めします次の第3章では、ものづくり補助金の採択を受ける申請書の書き方のテクニックをお伝えします今はまだものづくり補助金の申請を検討されてない方も今後この補助金は3年間続きますので、ぜひご視聴いただければと思いますもしわからないことがあったら、私が所属するペンデル税理士法人にご相談ください 初回相談は無料ですので、気軽にご相談ください。